皆さんこんにちは、さちです。お久しぶりちょっとね、動画撮るのもすごい久しぶりなんですよ。私広島でね、めちゃくちゃ大きな野外フェスがあって、そのピースストックっていうイベントなんだけど、それのね MC で使っていただくことになって、まあそんなこんなでね、バタバタしたりして、ご来場いただいた皆様本当にありがとうございました。そのピースストックの公式ナビゲーターとしてね、就任させていただいておりますので、そちらのチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。というわけで、今日はなんとキラキラ好きの私にはって思った商品見つけたから買ってきた。じゃん、こちらケイトのアイシーオーロライズライナー。なんかさ、オーロラのようにこうキラキラ輝くラメライナー、ダイヤル式でこう回して出るタイプらしいんだけど、めっちゃ気になって3色購入してみました。すごい。これがラベンダー系で、ブルー系で、これがグリーン系ということで、もう今からね、クリスマスに向けてこういうキラキラのメイクも良いのではと思っております。ちょっと全色開けてみたいよね、試してみたいよね。なんか私はね、ラベンダー系をちょっと期待してるんだけど、はい、こんな感じ。すごっ。あ、テープで留められてた。なるほどね。ほうほう。お、よいしょ、剥がしましたが、ちょっと待って、どういうこと、取られへん。よいしょ。あ、いや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 。ここ、ダイヤル式ってことやから、回すってことよね。お、ちょっと出てきたかな？あ、出てきました。まずこれが、グリーン系ですね。こんな感じ。あ、すごい。ラメがめちゃくちゃ細かいね。本当にすごい、こうギラギラというよりかは、ほんのり輝くタイプ。え、かわいい。これがグリーン系。え、めっちゃ可愛いやん。すご。そして、ブルー系を開けてみよう。すごい。可愛い。お。ブルー系も、可愛いね。やっぱりほんのり輝く感じがいいよね。すごい素敵。アイシャドウの上とかでも、いい感じになりそうだよね。そしてそして、私が一番気になってるラベンダー系、こんな感じかな。結構ピンクに近い感じだと嬉しいなって思ってるんだけど、あれ出てこないあ、出てきた。こんな感じ。あ、かわいい。すごい、思いっきりこう色ががっつりつくって感じじゃなく、本当にね、透明の中にうっすら色味もあって輝くって感じ。え、めっちゃ可愛いやん。これをこう指でね、こうトントンしたりとか、こう広げてっても可愛いということで。なるほど、なるほど。あ、すごくいいです。可愛い。実際使ってみるね。あ、可愛い。あ、すごい。素敵。うん。なんか、少し濡れたようなツヤというかね。そんな感じに見えるよね。こう、やっぱりラメがそんなに大きくないからギラギラしてる、ド派手な感じがしないのがすごくいいかなと思う。ブルー系こっちに使ってみるね。うん。ブルー系とかは、まぶたの上の方がもしかしたら可愛く見えるかもね。しっかり出すとこんな感じ。すごい薄め、本当に。うん。やっぱラベンダーが可愛いかもしれないね。一番私の好みには合ってる。これグリーン系、ぼかさないとこんな感じ。ぼかさず使っても可愛いかもしれないね。ぼかすとね、だいぶ色味は消えていくんだけど、ほんのり輝く感じ。やっぱり私は一番このラベンダー系が好きだな。一番ね、肌なじみもいい気がする。
このブルー系グリーン系ってやっぱ結構難しいので、もしかしたらブルーのシャドウでグリーンのシャドウとかに合わせて使うのがすごくいいかもしれないですね。うん、単品で使うんだったらこのラベンダー系がすごくいい気がする。今私うっすらブラウンのシャドウを塗ってるから、それの関係もあるのかな。すごい面白いね。これチフレのシャドウ、このブルーね、この上からこのブルー系のを重ねて色味を足してもいいかもしれないね。こういう色を合わせるという意味ではこうやって組み合わせてもね、すごく面白いと思います。これはね、100均で買ったやつ、ちょっとこのグリーンに合わせてみようか。これ単体でも結構輝いてはいるんだけど、これにグリーンのこのグリッターを足しても、うん、かわいい、すごい、よりきらめきが増すって感じですね。うん、これ単品で使ってもいいし、同系色の色味のものと合わせてもすごくかわいい。この色にも合わせてみようか。こんな感じでね、本当にすごく細かいラメだから、自分のお手持ちのシャドウなんかがより一層光沢が出るって感じですね。あ、すごい可愛い、すごい良きですね。なので少し輝きは欲しいな、だけどあんまりグリッターほどギラギラにはしたくないっていう人にはすごくおすすめだと思います。やっぱり粒がそんなに大きくない分、品のあるイメージにはなりますね。はい、というわけで今日はこの3本をご紹介いたしました。これドラッグストアで買ったのかな、だいたいね1本1400円ぐらいだった。はい、というわけで今日の動画いかがだったでしょうか。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。このピースストックのチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。本当にね、ゴールデンボンバーさんとか騎士団さんとか水谷千恵子さんとかね、いろんな方と共演することができて、そのヒッピーさんと島谷ひとみさん発起人でね、めちゃくちゃ楽しかった。うん、一日中外にいたからちょっと今鼻水が出てる今後ね、出演アーティストとか、裏側とかね、いろいろ動画も出していきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。やっぱラベンダーが一番私は好きだなぁ。うん。うん。うんうんうん。Thank you.